はい、どうもこんばんは、おつぱいです。本日はですね、ブレンダーというソフトを使って映画キューブの、キューブを再現していきたいと思います。はい、このブレンダーというソフトウェアなんですが、3D モデリングをするためのソフトウェアなんですけれども、このブレンダーではですね、Python スクリプトが使えるということで、その Python スクリプトを使って、キューブを作っていきたいと思います。はい、スクリプトの使い方ですが、画面上の方にスクリプティングというのがあるので、そいつをポチッと押していただくと、Python のコンソールですね、そちらが、出てくる形になります。はい、でこの Python スクリプトをですね、打ち込んで実行すると、画面上にですね、いろいろなオブジェクトを作ることができるので、その機能を使ってですね、映画のキューブを再現していきたいと思います。はい、ではですね、その再現するスクリプトに関しては概要欄の方からですね、リンク先の方に貼っておきますので、試したい方は試してみてくださいと。さてじゃあ作っていきましょうかね。はい、こんな感じでですね、コードをコピペして実行してもらうと、画面上にキューブが反映されるかなと思いますが、結構な数作ってるんでちょっと時間かかりますね。はい、キューブが出来上がってるですね。はい、じゃあちょっと見ていきたいと思います。ブレンダーの方はですね、マウスの方をいろいろスクロールしていただくと、見れるかなと思います。はい、はい、見えてきましたね。これがキューブさんなんですけれども、映画上ではですね 25×25×25 というですね、とてつもない、数の立方体が集まった、形になっておるようですね。設定上では、このですね、どこかの部屋にですね、主人公が閉じ込められて、そこから、縦横、高さ、方向にですね、いろいろ部屋を移動することができるようになっているようですが、出口は一つだけということで、大変ですね。この 25×25×25 で時点でもうすでに部屋の数が1万を超えていますので、1万分の1ぐらいの、確率でですね、しか部屋、出口を見つけられないというような感じになっておるというもんですね。はい、ということで、こんな感じでですね、 Python スクリプトを使うと、こんな感じで、キューブをですね、自動的に配置して、でかいキューブを作り上げることができます。こいつ自体はですね、立方体を作ると、立方体を生成するというスクリプトで、一個一個並べて作ってる感じですが、実はこいつがですね、こんだけの数があるので、本気で作ろうとするとですね、ちょっと PC のスペック的に足りませんでしたということで、実はこの子は、こんな感じでハリボテになってございます。表皮だけですね、中身スカスカな感じになっちゃってます。はい、でないとですね、とてつもない数キューブを生成するとやっぱ PC のスペック上無理でしたね。はい、ということで、こんな感じのですね、表皮だけのですね、キューブですが、一応映画の設定上だと、こっちから見ればですね、キューブっぽい感じで、うまくごまかせるだろうと思いますんで、この部屋のですね、一辺の、どこかに、主人公たちが閉じ込められているということで、先日ですね、日本版のリメイク、主演菅田将暉さんで、閉じ込められた、人たちが抜け出せるのかという感じの、内容の映画が公開されておりますが、実際にですね、キューブをこんだけ作ろうとするとめっちゃ大変ですね。一応映画の設定上では 4.5m ぐらいの立方体の部屋が、1万数千個集まってキューブができているという設定ですね。一応このスクリプト上では 25×25 でやってみましたが、25×25 の時点で、数千個のオブジェクトを作るのでちょっと
結構辛いんですよね。これ以上中身まで詰め込むとですね、PC が固まって再現できませんでしたので、まあ、今回は、ハリボテですが一応キューブを再現してみました。はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、このブレンダー自体は 3D モデリングをするためのソフトウェアなんで、まあ、こういう立方体とかですね、円柱とか円とか、まあ、いろいろな、まあ、オブジェクトものを、まあ、いろいろ加工してですね、何かしらのものを作り上げるというようなソフトですが、最近のブレンダーでは Python スクリプトができるので、まあ、こういうオブジェクトからですね、もうちょっと複雑な加工をするところまで全部スクリプトで一気にできちゃうという結構便利な機能が追加される形になっていましたので、まあ、ブレンダーは自分あんまりよく分かりませんけれども Python スクリプトを使って遊んでみたいという方はぜひこちらのコードも参考にしてキューブで遊んでみていただくのはいかがかなと思った次第です。はい、本日はですね、ブレンダーを使った Python スクリプトにより、映画キューブの再現を行ってみました。はい、今日はここまでです。それでは。